はい、文からです、今回もやっていきたいと思います。で、ちょっと鶏さんがですねかなり増えてしまいました。なのでちょっと鶏小屋っていうものを建ててみようかなと思うんです、この辺にね。でね、今ね鶏小屋で検索したら、あのなんて言うんだろう、小学校であるちっちゃい小学校にあるちっちゃいね、あのなんて言うんだろう、なんかな斜めの屋根が斜めのやつが出てきたんだよね。なんであんな感じのとりあえず作ってみようかなどうやって作ったらいいんだろう。まず柱が必要だよね。どのぐらい高さがいるだろう。ニワトリさんちっちゃいもんね。5個いるかな、4個でいいかな、高さ的に4個で上等かなね。4、5、6、7、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、10個ぐらいいっとこうか。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、3、4、5、6、7、8、お、大丈夫だよね。うん、柱はこんな感じかな。で、屋根を斜めにしたいからとりあえず壁張っていこうか。この辺も改装していこう。よし、うん、こんな感じかな。まずはちょっと屋根つけていこうかな。っていうか俺ベッドとかまで持ってきてめっちゃ歩き出したのになんかすぐ終わりそう。よし、でこんなん、いや違うな、なんか違うね。こういってこういってもうちょっと上に重ねようか、これを。よいしょ、もう一段ぐらい上にこれ置いて、よいしょ、乗れるかな。お、あ、乗れた。高所での作業はシフトを押しながらですよ。よいしょ、おい、よし、ちょっとこれで、え、ちょっと高すぎるかな。いや大丈夫だよね。ハーフブロックなんか使ってみようか。え、どうだろうめちゃくちゃ手探りでやれるけど、これをさ、この上にこう置くんだよね、俺の中では。いや、そう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 、こんな感じこんな感じで、どうしよう。で、次はここの痛い。次はこんなにいて、ここに行きたいか、ここがこういて、こういて、こういて、こう。どうなんだこれよし、ちょっと、いやいや、こっからだよね。こっからいかに変えていくかだもんね。ちょっとこれを鳴らし、足場を作っとい、足場作っといて、よし、ここもフェンスにしたらいいんかな。あ、でもハーフブロックを置いたってことは間が空くよね。よし、ハーフブロックを置いたってことは間が空くから、そうだな。お、いいんじゃないか。ってことはこの下がいらないのか。これでこうでしょ。あ、間違えた。
こうで、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 なんかおしゃれな感じになるんじゃないか、意外と。あー、なんか違うね、なんか違うね、これね、やっぱ違うな。こうか、いや、そこかとかそういう問題じゃない。ちょっと一段ずつ出してみよう。なんかが変わるかもしれん、なんかいいことが起こるかもしれん。あー、やっぱ前に出してもダセーのはダセーな。ダセーな。ダメだな、難しいな。どうすればいいんだ。なんかあれだね、なんかのオブジェみたいになってきたね。ちょっと立てるわ、これで。一回立てよ。よっしゃ、貼り終えた。ちょっと見てみよう。せーの、ほい、だっせーだっせーな。改めて見たらいけるかと思ったけど、ダサいわ、やっぱり。どうしよう。参ったなどうしたらいいんだろう。俺の想像と全然違うもんができたよね。問題だな、これ。なんかいびつだよね、この感じ。なんか最新鋭のアーティストが建てたと思って、ちょっと多めに見てもらおうかな。で、この中にニワトリさんを入れるんだけど、あのね、卵がねすごく散乱するんで、ちょっとそれどうにかしようかなと思います。よし、じゃあ鉄を使いましょう。結構今ね、ま、あるんで、ここに置いて、こうだっけ。ああ、これはちょっとずれ、こうだよね。よし、ホッパーでね、ちょっとなんとかしてやろうかなと思っております。ここのチェストに集まるようにすればいいんだもんね。よし、じゃあホッパーをこうチェストに向けてつけて、どうしたらいいんだろう。あと6個だし、なんか使い切りたいよね。この上にいてもらえばいいんだよね、多分。ハーフブロックを置けば貫通じゃないけど、通り抜けてホッパーに入ってくれるんじゃなかったっけな。ちょっとこれでやってみる。アカシアのドアとかいいんじゃないか。ほいほい。あ、なんか見えやすくていいね。よし、じゃあここにガラスを貼っていくんだけど、こう貼って、板ガラスじゃなくて普通の窓ガラスの方がいいかな。あ、普通の窓ガラスじゃない、普通のガラスの方がいいかな。みんなついてこれますか。ついてこれます、皆さん。大丈夫ですか。はぐれないでくださいよ。準備はいいですか。大丈夫ですか。準備いいですか。よし、じゃあみんなここ入ってきて、ここ乗れる？このチェストの上乗れるか。そう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 、みんな乗って乗って。え、みんななんかその隙間に入る感じ。じゃあガラスに変えようかな。
ちょっと待って、よし。で、これに対して。で、まあ、あの、自動の焼き鳥施設とかもあるんですけど、ちょっとまずはこれで行って。お、卵入ってきてるね。いいじゃん。じゃあ君たちは卵を産む係です。いいですか？ちょっと今スケさんと戦ったんで弓矢が刺さってますけどもここでね、じゃあ鳥を飼っていきたいと思います。今回もご視聴いただいてありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。